し、ちょいと遅刻ありがとう。ゲンさん、ゲンさんもタコちゃんありがとう。マジで目が腫れてるわ今日。ゲンさんハートもありがとう。昨日泣いたっちゃん夜、嘘やけど。美しくなりたい、写真には。あ、みやこさんハートありがとう。ハート100受け取りました。カウント完了ありがとう。あ、そうそうそう、テロップ出してないわ。ミスマガイベント中、カウント星投げよろしくね。 OK。 ケンジさんありがとうございます。暑いよね今日も。もう夏来たと思わん？あ、みやこさんもありがとう、本当に。はい、相棒さんどうした？おはよう。お腹すいた。ゲンさん今日もお仕事頑張ってね。ミスマガのショールームってポイントはがき、ショールームポイントとはがきポイントって同じなの？それね、聞いてないんよね。業務秘密、企業秘密か。そう、本当にまぶたが腫れてるわ。今日が勝負なんで頑張ってくるね。頑張れゲンさん、ファイト。たかしみみちゃんをグッティアにスカウトしてね。みみちゃん入ってほしいんやけどね。まあそうはうまくいかんのぜよ。今から12時までに時間があれば。ありがとうゲンさん、よろしくね。ね、目の二重幅かたことない。めっちゃ晴れとる。皆さん星投げとカウントよろしくお願いします。3時間でなんか企画あると。博士さんなんかみたいになってるよアイコンが。うん、企画なんかとりあえず料理配信を久しぶりにしようかなって思ったんやけど、まあみんな告知してなかったしなと思って、えけんとりあえず ID の普通に私生活、えけん普通に今からご飯食べるし準備する感じ、朝ごはん配信ですね。今から化粧終わったらリビングに戻ってご飯を食べたいと思います。お腹空いたんです私は。とりあえずハート100個、ほえ太郎さんありがとう。目がめっちゃ腫れてるよ。早くちょっとメイク終わらせたいと思います。
そう、私生活のぞき見配信、そうだよ。まさにそういうこと。ハート100受け取りました。制服の横ひろさん、うう、危ない、泣いてない、寝すぎたのかな。いや全然寝てない。昨日だって2時ぐらいまで人狼やりよった。2時半。たまにこういう時あるよね。昨日まつげ美容液を変えた件とかかな。めっちゃ腫れたね。ちょっと待ってね。おはよう。よし。オッケー。チャムさんもアイコさんもハートありがとう。西と50巻通りました。ありがとうございます。そう、まつげ美容液でね、目が腫れることあるよ。おはよう。同じ鏡持ってるっしょ。これみんな持ってるよね。100均だもん。百均だもん。やばい、お腹すいた。やばい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 。私はもうやばいですよ。限界です。空の魚さんもハートありがとう。チャムさんもハートありがとう。ね、ほのちゃん昨日配信しよったね。そう、あ、いや見たくた見たかったけどね、気づいた頃にはね12時1分やった。チーンって感じ。あともうちょっと早かったらね見れたけどね。池松ありフォローしました。ありがとう。皆さんフォローしてください。よろしくお願いします。みんな朝ごはん何食べた。おはよう。キラのハノピーの服と似とる？マジで？何の服着とったん、ほのちゃん。ティッシュついてないわ。ティッシュじゃないの。お昼マック、最近マック食べたいんよね。たまにあるマックをめっちゃ食べたい時期。ナウ、今絶賛食べたい時期ナウ。ハノピアリちゃんみたいに水着きれいに着れないよって言ってたよ。え、絶対嘘じゃん。絶対嘘だよ。絶対に嘘だよ、それは。南、なんそれ。ホエ太郎さん。南？何それ。そういうご飯があるの？南。リンダ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 、よいしょ。ナムー、ナムーっていうのそれ。何、ナムーって何。ツイタクさんありがとう。おはよう。つくん、つんくんさん、ナム、あ、くしゃみ、ふっきん、前髪がもう荒れてしまったよね。
もういいや。ナムーナムーマックリップ何マックリップって。おはよう、クパパさん。おクパパさん、おはよう。ナムアミダム、よし。アチューしたよ。アチュー。君が感謝にした瞬間に。カズさん。カズさん。めっちゃいい人。どうぞいっぱい星持って行ってください。みんな仕事中なん？今日休み？かわいすぎてハッとしたよ。かわいすぎてハッとしたよ。あちゅーきっときっとあの時のくしゃみみたいに。始まる。めっちゃ目腫れてる。怖い。逆にビューラーしたらなんかグロい。見えんか。真っ暗。Good job.
届け私の松江区、松江区ちゃうわ、まつげ天まで届け、天まで届け、天まで届け、天まで届けってやつ使ってんの。本当に天まで届けって思いながらやってる。中けま中けま中けまつげ、早起きには慣れておりますので。キミ君いつも何時に起きるん？キミ君いつも朝早かったっけ？なんか夜勤のイメージ、めっちゃ夜勤やのイメージ。まつげ天まで届いたら怖いわ、だって。確かにそうやけど、や気持ちはね、どこまででも届いててもいい。オッケーかな、こんな感じで。よっしゃ、うん、天まで届いた。一応見えない、みんなには見えないんだろうけど、アイリにはでも届いてっから、すごい遠くまで届いてる。天まで届いたよ。じゃあご飯の時間だ、待ちに待ってた私のご飯の時間だ、ご飯の時間だよ。みんな何かしらあることを願う。マジで本当にまだ下に降りてないから、俺には見えるよ。怖いわ、逆に。逆に怖いわ。なんかご飯あるといいな。マジでたまに白ご飯すらない時もあるからね。うちのあのなんだろう、弟と妹とか全部食べちゃって、あゆりの分ゼロっていうことが多々ある。本当に笑えない、その時はどうしようって感じ。そっからマジお米炊くのもさ、一人分のためにもったいないしさ。そうだから困っちゃうの。氷、本当にやばい、お腹すいたわ。もぐもぐ配信スタート、そうだよ、もぐもぐ配信スタートしますよ。あちゅー、君が君がくしゃみしたね。本当に前髪が今日マジでね、全然よろしくないわ。2点ぐらい、マイナス点つけてもいいぐらい、マジで前髪うまくいかない時のマジでテンションの下がりは半端じゃないから。朝はがっつり食べるの？あれ、朝と昼を一緒にする人。けど今日はもうお昼食べれないから、もう食べとく。パンっていうの。けどエプロンなくしたんだよね最近。なくしたっていうか、マジでエプロンがない。だから料理配信したら絶対みんなからね、絶対言われるの。え、エプロンしないの？エプロンしないの？みたいな。しません。エプロンがなくても美味しいご飯も作れます。私はしません。あったらするなぐらいなの。よしちゃん失敗、あ、心配とかやめてくれ。マジで大丈夫。セミンさんハートありがとうね。前髪が、まあいいや。よっしゃ、じゃあちょっと下に降りようかな。とりあえずこれはよいしょ、よし行くか。みんな行くで。そう、エプロンも計量器もいらないの。よく知ってるじゃん、さすがてるくん。
軽量機はマジでいらないから、本当に。プリン、この前ね、アイリがいない時にね、みんなでね、家族でね、コストコ行ってんのよ。コストコマジでさ、すごいよ。見て、買っただけで食べないプリン。なんかいきなりね、パパがね、もうお前これ食べろって言われて、開けたやつを渡されたんやけど、こんなん食べれんくって、マジで無理無理って感じ。フルコースだよ。冷蔵庫の中身、いやもうマジなんか、あーすみませんすみません。最近なんかね、コストコに行きすぎてなんかハマってんの、お父さんがコストコ行きすぎて、キムチとかマジすっごいよ、ほらキムチ。いやデカプリンちゃうわちゃうわ、そんなエリキプリン食べんわ。焼きプリンがちょうどいい。え、そんな感じで結構いいご飯じゃない今日。お？ちょっと作る暇はね、私にはね残されてない。っていう言い訳。さっきからずっとお腹鳴ってんだけどね。早く食べなきゃと。あのさ、みんなさ、ウィンナーをさ、あの普通ウィンナーって焼くじゃん、焼くか蒸す、蒸すっていうのはめんどくさいけどあんませんと思うけど、でも最近あいにね、ウィンナーのね調理方法をねまた新たにね編み出したんやって、ちょっとマジみんなにね教えてあげたい、それをウィンナーの調理法を今からみんなに伝授したいと思います。ちょっとカレンダーが気になるんですけども、まあ気にせずに、ウィンナーがない、ウィンナーがない、あ、やばい、ウィンナーがないわ、あはは、最悪、ウィンナー食べたかったのにウィンナーがないわ。おはよう。そう、本当はウィンナーはレンジでチンする方が一番うまい。マジでこれは本当にみんなにやってほしい。なんでウィンナーがないんかい、こんないいタイミングで。茹でるでしょ、いや茹でるとかはもうね本当にもうねやめたがいい。もうチンが一番いいんやって。
レンジで2分20秒、2分20秒のなんか500ワットだって。いやマジでね、本当に美味しいよ。パリッとパリッとするけん、パリッとするし、油もあの余分な油全部ね出てんの外に。マジうまいから、うまい、うまみが凝縮な。だって昔はチンしよったら爆発しよった。あれあれ爆発せん、あでもちょっとなんか切れ目が出る、切れ目が出たりするのは確かにある。そういけん最近ずっとアイリウィンナー食べよったんよ、配信中にハマったんよそれに。ってことで、アイス。はい、じゃあ今から朝ごはんを食べていきたいと思います。ピッ、はい、朝ごはん。やばい、充電がやばいかもね。ちょっと待って、充電しよう。あ、そうそう、あ、え、ホイトロさんもあれなの、レンジでチンやったん。なんだ、知ってたんか。あ、まあいいや、オレンジでチンしますわ。それは草生える。それは草生えるわ、さすがに。よし、皆さん、私の今日の朝ごはんを紹介します。めっちゃ光飛んどるやん、なんかあれみたいじゃない、 YouTuber みたいな。はい、皆さんこんにちは、あやなんです。ラリ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 ン。はい、豚キムチ。アイリが一番最近料理するのは豚キムチ。もう簡単、簡単で美味しい。このマジ 3点セットはマジで神。早くて美味しい。それが Wi-Fi 飛んでないよ、アイリンチ。 Wi-Fi 飛んでないもん。 Wi-Fi 飛んでなくても生きてはいける。よっしゃ。はい、そしてこれが、これがおかず、これはデザート、デザート、主食、主食。はい、飛んでないよ。自分で作ったん、昨日作ったやつの余りみたいな感じ。そう、だいたい朝ごはんは余りだよ結局アイス。もっと朝ごはんいいのいっぱいあったよ。あったあった、全然普通にあった。結局アイスなの。いただきます。手を合わせてください。はい、いただきます、いただきます。うん、初見さんいらっしゃい。まさよっちさん、はじめまして、気持ち悪いです、よろしくお願いします。ペコリWi-Fi とハイは一緒に飛んでない。最近までカメムシと一緒に生息しようとしてくるんで、おらんくなっとる。いや、だから楽しそうやなって。楽しいよ。だいたい本当にショールームイベントじゃないときは朝めっちゃ弱いんよ。今もうこんな感じけど、ショールームイベントやるときはね、めっちゃ光飛んどるよね。カーテン閉めたらどうなる？見えない。うん。カズレーザー。お、Wi-Fi 飛んでんな。Wi-Fi 飛んでんな。うん。あ、ほんと頑張ってください。光ファイバー飛んでない。セグウェイは、あ、みんなにさ、あれ家の中でセグウェイしよったんよ。そしたらね、家にね、穴開けてしまったん。見る？そこの壁、残骸マジボコってなっとるけん。
さんお仕事頑張って。知ってるんだ、知ってるよ。Wi-Fi 飛んでんな。マジセグウェイは危ない。外で乗るべきですね。お家の中で乗るべきじゃありません。あんなのは。髪伸びたっしょ。何ね、後ろほら見て。めっちゃ長いとって。びっくり。セグウェイは家の中で使わないようにしましょう、皆さん。セグウェイは今池松家の小屋に隠されとる。もう存在を隠されとる。家の中では乗らんけどさ、買った時さテンション上がってさ、ウェーイみたいな感じでしょったんよ。持ってる一応。でもマジでもう使わん。おいバカン。ん？さすが地主さん。そうセグウェイ。セグウェイ使わないと作れるぐらい廊下が長い。全然。2歩で歩けるぐらいの廊下の短さ。1、2ぐらい。栄養取るよ。いらんならちょうだい。それをね、ありそう。言ったんよ。メルカリで売ったら結構高く売れるんじゃないって言ったら、ママにめっちゃ怒られた。乗らんのはあんたたちやろうけど、買ったのは私だからね。みたいな。めっちゃ怒られた。そんなに悪いこと言ったけんと思うぐらいマジで怒られた。そう、あれはね、セグウェイを売るっていう感覚はもう捨てようと思って。セグウェイは補充についてないよ。ファミリーセグウェイも。ねえ、野菜ジュースってさ、意外とあんまり栄養取れない説ない？なんか潰しすぎて意味がないみたいな聞いたことめっちゃあるんやけど、そこに関してはどうなん？後でハガキ出しに行くけんね。ありがとう。みんな20日までやけん。今16やろ。寝るん。ヒュノプスさん、おやすみ。うん、なんかね聞いたことある。いきますけど冒険配信や。マジかわいい。ポーくんかボーくんかわからんけど、まあポーくんでいいや。まだ1万しか書いてないで、どんだけ。マジであんなに頑張ってくれたのに1万しか書いてないとか、もうそれでしょ。あれ賞味期限じゃなくて二十歳じゃなくて20日過ぎたらマジで笑えんじゃけど、早くデル君書いてよ。加熱でビタミン少ないみたいね。なんか加熱しちゃうからね。おはよう。すんごいリープが変な目で見てる。誰と喋ってんのって。切手は62円切手だよ、みんな。62円。うん、今朝全部出したよ。だってふえたろさんありがとう。リコピン取るためね。リコピンはね
それトマトジュースもしかして。はい、マジトマトジュースがマジで嫌いなんよ。冷たいトマトやったらいいけど、温めてしまったらトマト食べれんくなるの。美味しくない。なんで温めるのってなる。本当にね、受け付けんのよ。いかんよね。エントリーナンバー12だけに12枚出したセムさんありがとう。あいりも最近ね、ロッカーとか靴箱とか、なんかご飯食べに行った時とかさ、よく靴箱に入れてくださいみたいなのあるじゃん。願掛けかなんかよくわからんけど、1位取れるようにそういう時絶対1番を選ぶよ。最近トマトジュースやだよ。トマトジュースなんかやだ、飲めない。ピザはね食べれる。それわかるわかるっしょ。やっぱり一緒だよてるくん。イエイイエイ、あれと一緒やねレベルが。ウケる。てるくんマジでそれよ。村くんが怒るよ、あんなに頑張って運転したのに。村くんが怒やで。村くんおる、もしかして。ちゃんと書きますだって。書かんかったらホエ太郎さんに怒られるけ。意味わかるんか。ホエ太郎さんが怒るよ。あんかけパスタない。何それ、あんかけ。パリパリ麺ならあるよ。中華、中華のパリパリ麺、冷やし中華じゃない。皿うどんだ、皿うどん。え、皿うどんはあるっしょ。みんなあんかけパスタじゃなくて、パスタを茹でる。あー、パスタを茹でるよ普通や。茹でるじゃなくて揚げる、揚げる。麺を揚げてあんかけのせんの。それをみんな、あれ皿うどんって美味しい、美味しい皿うどん。ないの？絶対嘘だよ。みんな皿うどん知っとるやろ。うん、うん。なるみんさん、完食。サラダンってガキの使いで罰ゲームよく使われるやつ？違うと思う。サラダンってさ、パリパリ麺にあんかけみたいなやつをかけるの。中華だよ、中華、中華、中華料理。サラダはリンガーハットに行けば置いてあるの。めっちゃ簡単だよ。もうなんか麺がもう売ってあるの。あんかけ作るだけ。ビビる、ビビる速さ。めっちゃ光が飛んでるんだけど。あ、片焼きそばって言ったん。うん、スーパーにあるけど、あれ本当に口の中怪我しそうなぐらいマジで危ない。リスクを伴う。それぐらいマジでね危ない。
硬い焼きそばって言うんよね。職場着いたの？頑張ってね、お仕事。ファイト。お互い頑張ろうぜ。うん。片焼きそばって言うんだね。皿うどんってありよった、ずっと。朝飯作ってきた？何を作った？何作ったの？ね、間違えたりスプーン持ってきたのマジ失敗だわ。パスタをスプーンで食べるというね。カウントと星投げよろしくお願いします。うん、ゆうちゃんありがとう、来てくれて。うまい、パスタマジでうまい。ゼロ秒チキン作っていきたいと思います。よーい、ちょっとストップ。バトル、そうだよ、バッチバチだよ今。バトルバッチバチ燃えてっから。3シュートカウント終わった。ありがとう、ポンコツさん。服汚さないようにね、頑張ります。いいもの発見。このイベント終わったら久しぶりにお料理配信できるのかな。そう、今日お料理配信しようと思ったんやけど、もうあったわご飯。まあ何、すぐるさん、あいりがいつも食べよるみたいに言うの。まあそうやけど、常に食べよるみたいな。これは朝ごはんなの。これは仕方ない、人間生きていくためには食べていかなきゃいけない朝ごはんなの。服だけは汚さないでね。全然優雅じゃない。ウインナー食べます。むし、お皿食べきらん。ご飯食べるの初かも。ご飯食べるの見るのか。虫嫌だよね、本当に嫌だ。嫌いだもん虫。絵も苦手、虫の絵も苦手。ちゃんとご飯食べた後運動せないよね。ここのこれ、これ運動するやつで。ピカチュウが来た、また、またピカチュウが来た。また来たってことはフォローしてくれてるってこと？もうピカチュウ優しい。ドア開いてるよ、全開だよ、全開。そう、最初にアイス食べるの。だってね、だってデザートがご飯食べた後とか誰が決めたん？そんなみんな常識にとらわれすぎだよ。常識じゃなくて、うん、
アイスは一番最初に食べるべき、美味しいから。お腹空いてる時に美味しいものを食べる、それが私池松愛理。運動いいよ。そう、マジうざいよね。誰が決めたん？いいこと言ってるよ、よくわからない。何言ってんだ、あげな。一番つらい。みんなちゃんと考えてみ。もう愛理が言っとったことがね、やっとわかる気、わかる日が来る。愛理ちゃんが言ってたことってこういうことなんだ、へえみたいな、わかる日が来るって。信じて信じて、愛理を信じて。マジでウケるよねこれ。本当に愛理一人でしよる気、面白くない？なんかそれ考えたら何しとるんってなるよね。自分一人でさ、小学校の時にこういう人クラスにいた。マジ小学校の時こんな感じだから。甘いもの食べたい、食べ終わった後に甘いもの食べたいなとか言ったら笑うな。いや、高校の時さ、チゲ鍋とかもできて、ああいうの食べながらお腹空いたって言うだけね。毎回それは超突っ込まれよった。ただ単に欲望に満ちた青年、欲望に満ちた青年団。おお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 、マーク知ってる人、欲望に満ちた青年団って曲すごい好きだよ。無言しんどい。アリちゃんの話聞きたい。やばい、最高に面白い話したよ今。アリ、この前ワンオクのツアー、ワンオクロックさんのツアー、え、更新前15分前です。おはよう、ちーさんおはよう。あ、おはよう。もう豚キムチばっかり、辛い。今日朝からテンション高いね。もう本当にやばいよね今日。今から12時間後仕事ちょうどしてるのにさ、持つのかなって思うわ。6時からしとかんでよかったマジで。そこだけは救いだわ。もうすぐ更新やね。キムチが辛い時はアイスだよ。アイスなくなったよ。バナナかな、そういう時はやっぱ。しもしも、小顔効果。みんな星投げカウントよろしくね。飛行機で寝るよ。飛行機で寝る。小顔やろ。みんなカウントしてないとこの枠でカウントしてください。よろしくお願いします。かわいい、いただきました。眠くなってきた、ご飯食べたら。あかん。すごくですね、一
キムチのシャキシャキ感とお肉のジューシーさがいい感じでマッチしております。でなおかつこの辛さが本当にポイントになりますね。私は辛いのが苦手なんですけども、なぜか食べてしまうっていう癖のある本当に素晴らしいご飯だなと思います。辛い、もう本当に辛すぎてたらこ唇になりそう。ならないけど。テレビ出てる時は小悪魔感あるんだけど、小悪魔？ん？なんて面白い。クガ。小悪魔に見えた。ビール飲みたい？ビール入り飲めんのよ。豚キムチめっちゃ美味しいよ。ここでパスタを食べたいと思います。あーもう本当にお腹いっぱいなんだけど、もう無理、食べれない、小食アピール。本当に女子あるあるなんだよね。よくいるくない？もう私食べれない、もう私食べれないの。食べて食べて食べてほしいな、なんていう女の子よく見かけるけど、なんだかんだこの時間でも3000人そうだよ。もう本当にごめんなさいね、こんな時間。はい、じゃあ更新したいと思います。皆さん今何時？今10時？ちょうど10時？いっぱい食べる君が好き。やばい、もう更新する時間？ What time is it now?あ、目の腫れがどんどんなくなってきた。あ、9時1分スタートだからちょっと待って。 OK、 じゃあまた教えてくれ。あ、ほんとだ、9時1分スタートや。1分何しよったん自分。あ、そう、ママと喧嘩しよったっちゃ。そう、もうめっちゃさ、配信するよって言うよるのにさ、もうね、ずっとママがね、掃除かけをうるっちゃう。そうやけんね、今から配信するよって、ママ掃除機で聞こえんと、配信するよってね。そうなんよ、もっと喧嘩しよった。掃除機うるさいもんね、マジで。本当にね、アイリの真横だよ、真横。もうウィーンってね、もうマジうるさくてさ、89って何？博多弁、標準語、今から標準語喋ってあげるよ。よーい、スタート。うん、更新どうぞ、だって。で、次の回でね、更新します。皆さんのままお待ちください。笑った。ドラマ10個ありがとう。よっしゃ、食べた、ごちそうさまでした。やすくん、おはよう。おはよう。やばい、もうまだ始まってもうちょっとしか経ってないのに400人ぐらいのみんなが見てる。意外と見てくれてるんだね。本当にみんな今日少ないと思ったわ。
皆さん星投げよろしくお願いします。バトル中なんです私、ね、お腹いっぱいなのになんか食べようとしてる自分がいる。なんや目に押しておる、はあ、4週目の解除待ち、優勝ありがとうみんな。ホイタロさんもハートありがとう。そうリープがうるちょるうるちょる、やばい入る。みんななんかお話ししましょう。なんか質問とかあったら全然答えます。テルミンに同じ、テルミンに同じって何？あ、4週の会場待ちね。もううるさい、うるさい、うるさい。何？なんで吠えてるの？え、なになに？え、びっくり、びっくりする、びっくりする。弁当食べてる。焼き焼けって、あ、そっか、今ぐらいの時間か。じゃあ今から寝んの？ディープお話ししたのかな。え、うるさいんだけど。え、なになに？はいはいはい、うん、悪さばっかりするから。痛い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 。4週完了だって。ブラ君ありがとう。4週もういいよ、悪さしなくて。やだ、大安焼き。ハガキを投函するといいことがあるよだって。ポー君かボー君か、ポー君でいいや。今日は大安やけ、はがきを投稿するといいことあるよだって。愛ちゃんは洋服ブランド、あのね、ネットで買うことが多いかな。最近はずっとネットだよ。こらリップおいで、リップおいで。あのこてつが来た。あ、タイヤタイヤタイヤめっちゃみんな言うやん、めっちゃ言うやん。タイヤンしかコメント来んないけど。かっこついた。のぞみみさん学校頑張ってね。またやってやって。あー、リープおいで。こてつ出たいの。え、いるいるいる。はい、こてつゲットなり、ゲットマリ。おやすみりあ、それはおもろいわ。はい、私の名前は池松小鉄と言います。あ、やばい、かゆくなるけんやめて。そういうことするの、そういうことするのマジでやめて。と言います、よろしくお願いします。はい、次、次ちょっと待って、もう本当に2匹おるのは大変だ。ストップストップストップ。リップ、はい、次リップ、入れ、はい、リップ、よいしょ。リップは超太ってんの。はい、リップ、はい、リップこっち見て。はい、私はリープです、よろしくお願いします。もうめっちゃ折りたがったり。なんねこいつは。
もう最近デブやん。生き物つこてつ。お風呂はね毎週入れてるよ。リープはお風呂好きなんだけど、こつつがね嫌いなの。マジね、お風呂っていう単語を覚えてて、お風呂入るよって言ったら逃げるの、角の隅っこに。ダックス飼ってる？ダックスさ、吠える声うるさくない？え、ミックス？え、ちょっと似てない？これもミックス、こてつもミックスなんだけど。はい、もうハウス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 、オッケー。はい、お利口さんでした。はい、おい。そう、ミックス、ミックスじゃない、ハーフかな、こてつは。そう、お風呂っていう言葉を言っただけでめっちゃはみたいな顔するの。やだみたいな。かわいそうよ。でも面白い。そう、お利口さんでしょ。ハウスって言ったらちゃんとハウスするの。やっぱりね、もうあれだよ、今日の配信、池松家の日常感がすごい。そう、それをちょっと今日は出したくて。そう、愛梨の仕事出るまでの日常。賢い、賢いっしょ。もう飼い主に似るって言うやん、こういうのは。飼い主に似て賢いって言って、みんな。やだ、めっちゃ変な、いや気持ち悪い、なんかホタルみたいな。気持ち悪いんだけど、なんか変な虫が目の前の窓についたんだけど。やだー、音似た、キモ。アイと一緒に入れるのに、こてつめ、うらやま。どういうこと？そう、アイちゃんも賢い。そう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 。そういうことなんよ。そういうことだよ、みんな。わかったっしょ？だいたい、そう、飼い主に似るって言うじゃん。あ、まゆりちゃんやん。お誕生日おめでとうございました。過去形やね。食べちゃえ！食べたいもん。食べたいときは食べる。ヤオくんのアクセントかわいい。きた、やっと褒められたよ、これ。みんなね、いじってくんの。ティッシュとか言ったり、鼻がついとるよとかね。虫気持ち悪いよね。またしつこいな、リップ。うるさいの。ここ飼い主入れてしまったのかな。うるさいのは確かにね、わかる。ダイアンさんもだるまちゃんありがとう。うるさいんだけど。
ダイダラさん、ハートありがとう。うるさい。うん、みんなカウントお願いします。もう自分の部屋に戻ろう、うるさいもん。後ろのピンクはこれはソファーです。ソファーだよ。このまま1位ね。あ、でもすごい詰められてるじゃん。独走。でも200万か。ハイタロさんありがとう。仕事サボって少しだけ来てよ。え、大丈夫な？ありがとうね、仕事。お仕事中。ピパン、いちごスイカ。よし、上行くか。立ち止まった自分の罪。犬を触った後はね、本当に手を洗わないと私痒くなっちゃうもん。よっしゃ。よいしょ。さあ12時。アレキさん終わった？ OK。 じゃあ増やしていこう。なかなかね、このこれ以上は難しいね。なかなか広がらんね。え、画質落ちてきた？毎日何回もアリちゃんの配信見てるから親近感爆上げです。わかる、アレルギー。そう、アレルギーなの。私はアレルギーなの、こう見えて。よし、ご飯も終わったし、今から集中してお話ができるよ。3位とは400万差。もうこれは素晴らしいとしか言いようがありません。皆さん本当にありがとうございますの一言ですね。まだ吠えてるよ、リブ。制服配信やろ。あれ、制服配信さ、危なくないやったら年齢的にいろいろやばいっしょ。あと制服が買わないとないっていうの、制服はやばいよ、ある意味いろいろと。おはよう、アサリンさん。私はどこへ行こうとしてるのか。どこなの？海外？海外じゃない？ピノヒラさん来てくれたん？完全にコスプレになるよ。衣装で着ることはあったけど、でもそれでもレブの時、もうグッドティアーズになってからは制服で衣装なんてないわ。レブの時はあったよね、制服で衣装は。あ、じゃあ衣装で制服は、けど本当にグッドティアーズになってからはないわ。ね、最近グッチの香水をなくしたんだよね。ショック。おはよう。似合っとったやろ。似合っとったやろ。やろ。いや、そうかなとも思っとったよ。やっぱ似合っとるやろ、やっぱ。やっぱ似合っとるっしょ。富士さん、ハートありがとう。いや、制服はないよ。
レブって響きが懐かしいやろ。めっちゃ懐かしいよね。涙の仮面のね、涙の仮面も好きよ。ちょっとなんかあれネクタイついてるし、若干まあ制服って言われれば制服じゃない？あれ制服にしよう。今日は仕事場ついてしまった。チャムさんありがとうね。お仕事頑張ってね今日も。台湾。台湾。すごいよね。海外に行きたいわ。マジで海外に行きたい。めっちゃ目の腫れがどんどん落ち着いてきた。よし、やっとみんなとお話ができるよ。グッティアの衣装ってユニットの中で一番豪華な気がする。わかる。それは結構みんな言っとった。他のメンバーも2度目から覚めて、2度寝から目覚めても池松愛理と結婚して、どういうこと二度寝しとったら愛理と結婚しとるん。4週間料ありがとう。テルミンさんありがとう。グッディアのメンバー衣装の、そうみんな微妙に違うの。この後も配信頑張って、夢いい夢つかめよ。やばかっこいい。笑ったのでこの勝負勝ちですね。分かった。もうじゃあ今度から笑わんけん。面白いことぶっこんで勝負や。青石さん売られた勝負は買うよ。あれテルミンに戻ってる。そうテルミンに戻ってる。最近ね眼科にも行く時間なくて、マジでもう本当に目薬もないの。もう空っぽ、ほんと空っぽ、やばい。やばい、あともうほんと最後の2滴ぐらいしかないわ。僕君のピンクの衣装愛ちゃんが着るとかわいいって。もうありがとう。そんな言われんでも分かっとるって。本太郎さんフ今日めっちゃ本当に涼しい、いい感じで。みんなよろしくね。どんどん差を広げていこうぜ。今はおはよう、てっちん。目薬は目尻から刺すの？え？なんで？三島が公式ツイッターでありちゃんのグラビアオフショットがあったから保存したよ。そう、オフショットみんなぜひツイートリツイートしてください。リツイートいいねよろしくね。よろしくね。あ、ティーンティーンね。あれはだって現役高校生だったもん。よいしょ。夢見てたあの日の僕に、いいね。会いに行こうか。富士山花束ありがとう。何それペコリを何回言える方かい。あいちゃんおはよう、やっと来れた。星投げ感動。まるちゃんありがとう。まるちゃんありがとう。いつも一緒にいたかった。隣で笑ってたかった。みんな仕事中だよね、今のこの時間帯。お話ししようぜ。みんなお、似合ってたよ。だってイエーイありがとう。二元社長出勤ナウね。どういうこと？社長え、働いてんの？学生って言ったくない？ハート100個ありがとう。まるちゃん受け取りました。
あと100個遅刻ということです。どういうこと？昨日みたいにてちゅんを連呼しないでね、照れるから。分かった、てちゅん。てちゅん分かったよ。てちゅん今日何段目におるん？季節はまた変わるのに心だけ抱きしめて、新潟の現在27度です。え、めっちゃやばい、一旦抜けるんだって。テルミン、バイバイ。テルミン、ありがとう。そう、 M 好きなの。 M マリア、愛すべき人がいて。青し、青し、青し、青し。しんくんありがとう、ハートありがとう、セミーさんもありがとう。予習完了、ありがとう。セミーさん、結構みんな予習してくれとるね。奥花子さん。一緒にいたかったって。すぐるさん、アイスペロン、タコちゃんありがとう。無限にペコペコします。握手会来てよ。あ、青し、ハイタロウさんありがとう。ハート、内容彼女にしたいなって。みんなの理想の彼女ってどんなやつ？リプ編企画またやってほしい、すごく嬉しかった。本当に？え、ちょっとまたやるわ。ピピピが意外ときついわ。え、ピピピって何？連打のこと？連打、連打。それでラブ注入の人なのか。あ、答えね、ラブ注入の人だよ。握手会ったらロマンスのスタートスタートしてしまいそう。その絵文字は何ね。一周と50カウントありました、ありがとう。物静かな人、わかりました。博士さん、物静かな人が好きなのね。木松さん、物静かな人やで。奥花子は CM ソングの人。あ、いや、奥花子さん好きよ。理想の彼女の答えの予想、愛理ちゃん。愛理ちゃん？あ、かゆいだって。投げキスして。おそらくくまちゃん。うん、浜崎あゆみさんの M ってどんなんだっけ。マリア、愛すべき人がいね。二週と50カウント、ありがとう。りなちゃん助かる。世間的にはゆっくり来る人を重役 出勤と言います。どういうこと？遅刻してくる人ってこと？重役出勤っていうの。はい、おはよう。おはよう、天の内さん。おはよう、今日も来てくれてありがとう。ライブ中任の人だよ。制限してもらってないけど。そんなもうずっとせんよ。たまーにするの、てっちんに。てっちん、母親
の影響で昔はよく赤いスイートピーや少女あたりを聞いていました。幼い頃はもうすぐ握手会だね。そう、あと20日、あと5日だよ、あと5日、あと4日か、あと4日になったか。あ、社長出勤、そういうことね。あ、そういうことか。歌詞間違えんよ。歌詞はそりゃアイリスの。あやの M はマリアって今歌ってるやつだよ。あ、やっぱそっか。アイリちゃんに推し変した。ありがとう。ぜひ、イケモチ組を付け加えてね。まゆりちゃん。やっと嬉しいで。よろしくね、まゆりちゃん。これから末永く応援してほしいな。あいちゃんに推し変した。ありがとう、あおしくん。あおし、あおし。あおし。新潟だな。ねえ、それ行きたかったよ。そろそろグッディアイベント出してくださいってね、言いたいところなんですけども、でも結構言ってるんだよ、私も出たい出たいって。最後まで読んでみしてないだぞい。読んだよ、ちゃんと最後まで。あ、やべえ、仕事に戻らない。ピノヒラさん、お仕事頑張るんだよ。つまりもらえた人はラッキー。そういうこと。やっぱさすがやん、てっちん。娘が早く愛ちゃんに会いたいって言ってたよ。え、愛理も会いたい。ちょっと来てほしいな。3日、20日、次は20日だね。そういえば次のプロデューサーでガラッと変わるの、プロデューサーのメンバー。いつオンエアやったっけ。6月3日か。そうやけん、それをとりあえず楽しみにしておいて。アイリーは別に悲しくはないな。ダメだ、今日はなんか涙が出る、涙が出る、動力全部私にある。あ、昔が分からん。なんだか今日は付け加えてきた、ありがとう。イエイ、加入88、イケモチ組が1人増えました、イエイ。あ、そういうことね、エミーニューさんね。昨日もなんかちょっと言ってくれたもんね。 OK OK、 5秒ぐらいしてからね。わかった。ケーキさんもありがとう。いいね、ピノヒラさん、いいね。青空フェスって何やったっけ。日比谷のイベントファミリーから3、4人のグッデーが入ってるといいな。え、多分ね、入ってるといいけど、どうなんだろう。はよ、頑張って、お互い頑張ろう。え、なんで青し判明したの。20日は家族日比谷ね、マジで楽しみ。出たいんやけどね、出れたらいいな。日比谷線、ほのぴーの高校が自分の家からチャリで。あ、高校ね、どうなんやろね。まあでも高校は日比谷の日アベマもあるよね。日比谷の日、いつ？ 6 月のいつなの？日曜日ってことか。
日曜日アベマでさ生放送ってなかなかね難しいよね。どういう風にするんだろう。本当に私たちはまだ何も知らんのよね。なんだか今日は涙が出る、未来全部この手にある。じゃあその次の日の6月3日は愛梨の琥珀に行きまちゅでいいやん。待っとるね、待っとるよ、絶対待っとるよ。もうこのミスマガイベントで仲良くなったけん会う人は。皆さん星投げとカウントよろしくお願いします。そう、何も知らないよ。あたち関西でしょ、渋いっすよ。渋いって何？そう、関西関西。アベマ TV は第1回は握手会割りの違うよ。それはもう生放送じゃないと思う、初回は。6月3日は旦那の誕生日だけどアベマ見るね。大丈夫なん？いいの？めっちゃタイミング的に時間帯的にさ、6月3日はさー早稲田、あれ？さすがにそう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 。とめちゃん、だるまちゃんありがとう。だるまちゃん、みんな星投げとカウントよろしくお願いします。のどのどにある、ケーキだけ外出しておく。総計戦、総計戦。なんでそんな面白い、なんでそんな難しいことを言うん。あやはまひろんずさん、あやはちゃん、あやはちゃんってなんか知っとる気がする、ツイッターで。頑張ってるね、11時半に戻ってくる。待っとるね、とめちゃん。くるっぱ。そうそう、18歳以下がいるから、19時から20時。そうそうそう、多分そういうの関係してると思うよ。配信後の今日の予定は、今日はお仕事なの。お仕事なの。お仕事っていうか、そう。だから私は今日はこの後はちょっと配信ができないので朝3時間バッとやってしまいます。ラグビー早稲田大学対慶応大学。ラグビーってね、なんか最近ねドンときたよね。2位じゃダメなんですか。いや、1位と2位がショールーム賞なんですよ。でも1位と2位ってなんかね同じ扱いになるんかなっていうのがちょっとなんか最近気になってきた。6月3日の紅白の前日もラストアイドルファミリーのイベントが関西であるんじゃないかと期待。ああ、結構そういうのよくあるもんね。ある、あったらいいね。6月2日、6月3日、6月2日まだ聞いてないね。でもあいたちお仕事頑張ってください、ありがとう。あ、青しってラグビー部なんだ。ディクシュ、ハクション、ディクション。なんでリュクシーって言うと？何？由来は何？リュクシーって由来は何？顎がね。あやはさん、まひろんはグッテンに行きたいとか言ってませんか？だって。聞いてないよ。でも1位と2位はほぼ確定してるよね。分からんよ、何があるか分からんよ、本当に。ちげききちげりゅどういうことだよ、もうちでりゅくしぺこりこと。そう、聞いてないの。いや、多分なかったと思うけどね、スケジュール。この海にあるそういう大切
私がいる、私がいる。友達がサードシーズンのラストアイドル見てる。サードシーズンってことは今のやつか。明日の配信は夕方からになりそう。そういえばお昼ができそうにないんだよね。なので夕方からになる。8時から10時と、お、てっちん、てっちんハートありがとう。そういつもの背景に戻ったよ。お昼の配信にグッドヤに行きたいという話は出てないのでわからない。そうだから夕方からと夜の2時間っていう感じかなってやる予定です。そして18、19、20、まあ19はとりあえず1日配信日にできるで、20なんだよね問題が。でも20もお昼と夜でちゃんと配信ができるように予定組んでもらうように頼んでるみたいだから、2と3も180万差がついてるので、1から3までだと400万差ポイントがついてますね。そう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 、400万ポイントの差がついてる。20日は会場から星送るわ、よろしく、ありがとう。そんな感じですね。で、そう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 、あともうちょっとやね。このもうほんとショールームイベントさ、長いと思う。いつも2週間ってさ、せめて1週間と1週間ちょいとかでいいや。2週間も長い。てっちん、ありがとう。そう、ワンワンめっちゃ泣いとるっちゃん。うるさいやろ。あ、何それ、ちょっと怖い。リュクシ、どういうこと、なんかちょっと怖いんだけど。何それ、助けに来たぞって、何、怖っ。ねえ、長いよね、わかる。うん、めっちゃ長い。めっちゃ吠えるやろ。こっちはニャーニャー泣いとるって猫飼っとると。みんなカウントよろしくね。ただの曲名か。なんか、なんか怖い話かと思ったよ。怖い話なんかと思った。なんか都市伝説みたいな。でもなんかカンコレの時より短く感じ。確かに、もうカンコレは地獄やった。猫飼っとるんや。鳥はね、今日鳴いてない。なんか遠くで鳴いてる感じ。日本犬、柴犬ってこと。好きだよ、好き好き。てか犬が好きなんよね。でも最近ずっとちっちゃい犬しか飼ったことないけん、大きいのをね、次もし買う機会があったら買ってみたい。ラブラドールレトリバーとか。おはよう、ジンくん。ミニチュアシュナウザー、ちょっと待って調べてみよう。ミニチュアシュナウザー、ミニチュアシュナウザー。カンコレ地獄やったよね、マジで。かわいい、かわいいね。白っぽい。てちん、ハートありがとう。ラブ注入。池松愛理の犬に転職したい人生でした。愛理の犬に転職したらね、本当に毎晩大変よ。すぐボール拾わされに行くよ。遊ばれるよ。え、かわいい。さっきの犬はおじさんって顔
おじさん顔って犬よ。あ、シュナイザーっておじさんってことなの？基本外で飼うとね、そう、室内犬がいいんだよね。犬のお腹で枕にして寝てみたい。カンコレは石川夏美ちゃんかなり。へい。ん？とへい。シュナウザーね。あれなんて言ったっけ今。あやはさんありがとう。グッドティアーズと思いっきり踊れると思うんだけどね。でもあれだよ、まひろちゃんはサムサムのあのバラードな感じ。アゲインアゲインでもそうやけど。アゲインアゲインかな。あ、ヒヘイ。難しいな。みんなよくわかんねえ。でもすんごい上手だよ、まひろちゃん。滑らかに踊るなと思って。あれね、ほんとにサムサムのアゲインアゲインね、はい、加わってみたいわ。ホワイトのさ、M かよ。漢字は中学校6年生レベルまでお願いします。そうだよ。あとはもう振り仮名でお願いします。振り仮名付きでお願いします。でも決してあれが漢字が苦手っていうわけではありませんよ、皆さん。結構勘違いされがちなんですけど、そう、結構ね、そこはね、てっちんハートありがとう、いっぱい。いつかえりさんのアゲアゲダンス見てみたいです。まじまじの可愛い首振りはアイリには無理。可愛い首振りってどこのことかな。メンバー3人抜けたから総入れ替えで。総入れ替えとか怖くない？ちょっとアイリも心配やけど、一番心配なのはマユ。マユはどこのグループに入ってもね、ちょっとね、ない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 、分からん、想像がつかん。ファミリーのダンスが今の方がいいんだね。まひろちゃんじゃない？昨日まじまじのディスリモノマネしたからあげあげ。マジで撤回します。エリはそんなことしていません。そう、あとは眉ディスってないよ。眉はディスってない。カナが可愛い系いけるかなぐらい。あとはルカが、ルカも分からんね。なんだろう、想像がつかんわ。アイリと眉が一番問題は、そう入れ替えとか言われたらなんでも歩き出すよ、立ち上がる。みんな星投げよろしく。地雷を指が入り、カニャンが収録はないやろ。どうなん？多分ね。収録じゃないくない？カナは。ハノピーはグッティアでもいけそう。マジ？ちょっと博士さん、それはマジで嫌だ。想像してしまったよ。マヤとオーリオが衣装交換してたけどなんか違った。やろ？でもオーリオは逆にグッドティアーズの衣装めっちゃ似合っとったよ。カニャンはラルーチェっぽい。カニャンラルーチェっぽい。小柄家の話、ルカちゃん前のユニットでも可愛い系だったと思うよ。くれぐれも。え、そうなん？あの宮崎ね、宮崎、宮城のやつ、仙台シロップってやつか。可愛い系だったん？それは意外というか想像がつかん。収録は年齢で会うと正解。失恋乾杯が似合いそう。確かにね、失恋乾杯の衣装めっちゃ可愛いよね。マジ思う、可愛いって。
ち上がる未来の夢がある限り立ち上がるなら髪染めに行かないマジで。もう色が抜けすぎて。カニャンのテレビもちょっと見たい。確かにね、カナやってそうやね、想像つくわ。アイリはテレビ練習中じゃないわ髪の毛屋さんって可愛い。なんかいつ行くと、あのねタイミングがなくて、とりあえずもうショールームイベントが終わってからやね、何でも予定立てるのは。遊びも全部断ってるし、仕事も最低限やし、もうショールームイベントだけだよ今本当に。逆にこれがきついのかもしらんけどね、何かしながら息抜きが必要なのかもしらんね。真面目自分遅れた。タケティさんこんにちは。あくびしそうになってないよ、見間違いだよ。アイリの週ロケやだよ。息抜きは必要だよね、息抜きは必要だよみんな本当に。でもあともうちょっとや、本当にこれでここまで何やろ、集中してショールームイベントした後の達成感はマジである。雑誌で見たことのある可愛い子が配信しとる。ありがとう。ミスマがぜひ応援してください、よろしくお願いします。はじめましてなのかな、初見さん。アクティブのアクティブのアカウントが今さらリツイートしたあと1時間なのに。あとでハガキ出してくるけんね、ペコリくる。あ、デイジーマコさんね、初見さんですよね。デイジーマコさん、はじめまして、気持ち悪いです、よろしくお願いします。ペコリ早いね、あと 4日や。1ヶ月ぐらいやってるイメージだね。そう、わかる、1ヶ月ぐらいやっとるイメージがあるよね。みんなハガキ出しに行ってね、本当に20日までやけん、せっかく集めてくれても20日過ぎてしまったら無効になってしまうけん、めっちゃ無駄やし、それはすんごい悲しいから、みんなよろしくね。はがき、声のトーンの上がり方がえげつないそんなん、表と裏があっていいなぁガール、え、いいっしょ、いいっしょ。ちょっと覚えて、本当に池松愛理です、私の名前は池松愛理です、よろしくお願いします。そう、でも筆着かわからんのよね。でもとりあえず本当に早めにみんな送っとってほしいわ。立ち上がる自分の夢がある限り笑うてるやん。これも何かのご縁だったということで、ぜひ池松の愛理班を覚えてくれると嬉しいです。松陰有効だよ、だってなんやねんそれ、何の四字熟語やねん。最近さ、アンケートとかで好きな四字熟語を教えてくださいみたいな、勉強せないかん。消印とはもう予想の斜め上を言ったわ。焼肉定食でいいよ。何の話ですか、焼肉定食とは。は、みんな何言われると、あれ焼肉定食とかなんか言ったっけ、何の話いきなり。どういうこと？
熟語じゃなく言葉だわ。あ、四字熟語の話。焼肉定食が好きなの？焼肉定食みたいな。ほえー、焼肉定食今度から使うわ。使わせていただくわ。受け狙いたいちゃん書いてね。こんちゃ無我夢中いいね。無我夢中採用。すごい滑るけどマジ滑るとかマジどんとこいやし。あ、ゲンさんやん。ゲンさん、ゲンさん。焼肉定食ってベタなネタやったん？知らんかった。私の実力不足です。あ、やば、もうすぐ、もうすぐ更新の時間ですね。皆さん、あと2分で更新ですよ。やばい、眠たくなってきちゃったわ。夢が遥かに頑張れば本当に結果がついてくるはず。何度でも歩き出すよ。お昼寝配信しよっか。マジでゴロッてしたらマジですぐ寝そうな勢い。え、今日30度超えそうなの？え、福岡意外とさ、え、めっちゃ眠いよ今。福岡は全然さ、マップちゃうわ。27度。あー、なるほどね、自己紹介の時ね。なるほど、ありがとう。マジ？なぜ？なぜ外れた？え、何の話？何の話？あー、フォローね。ゲンさん、だるまちゃんありがとう。僕のアイコンも可愛い。ディクシュディクシュディクシュ。立ち上がろう、次のチャンスはあるんだ。頑張ればハートに結果がついてくるはず。あちゅー、君が君がくしゃみした瞬間に。おかえり。ゆりちゃん、ありがとう。ゆりちゃん、けんさん、こちらこそいつもありがとう。立ち上がる、ありがとう。みんな、ホイタロさんもありがとう。あゆりちゃん、よく眉毛にしわ寄せ、しわ寄せ。寝起き？寝起きの割にメイクバッチリ。今から2時間前ぐらいに起きたんやけど、もうメイクはさっきしたよ。目の中がかゆいの。アレルギーが反応。ココちゃん、マガジンの表紙楽しみにしてるよ。頑張るね、グランプリ取れたらできるけん。そう、今日の配信はね、あゆりのね、起きてからやっと頭の脳みそが、あの、目が覚めるまでの配信だよ。メイク配信から始まって、私の、あ、髪の毛アイロン配信、あ、アンルー待っとるね、20日。その髪の毛から始まって、あ、ブロッコリーちゃんと食べたから始まって、アイリの朝ごはんから始まって、その後に昼寝
昼寝配信なう今。素敵な一日やろう。そう。素敵やろ。素敵やろ。眠たよ。マヨシがまた来た。マヨティン推し、神推しだよ神推し。より先にマイリちゃんに名前呼ばれた。アンドゥ昼寝配信とかマジ羊が一匹星集まってなかったの。オールドルーキーさん、マユの分まで応援しますね。ありがとうゆりちゃん、ありがとう。会ったことあるかな、マユティン、ゆりちゃん、グループ握手会とか来た？おはよう、きょうちゃん。おはよう。オールドルーキーさん。くまちゃん。くまちゃん、ありがとう。起きたよ。連打連打連打だわ。これもスルメの分まで応援します。マユティンなの？激かわいいって、ありがとう。グループ握手会行きました、朝か。あ、じゃあ会ったことあるね。マユティン神推し、嬉しいわ。このまったり感好きごめんね本当に。バトルナウだよ。バイバイキン。細谷さん今日もありがとう。くーちさん、ありがとうね。あれ、マユティン推し渋滞してる？じゃあ帰るか。ダメダメ！あかんで。帰らせない。アンドゥは帰らせない。アンドゥは一生帰らせないよ。寝そうなエリちゃん。眠くないよ。もう目ギンギン。ギンギラギンに、さりげなく。バレてない、バレてない。星集めてきた。かわいいてちん、やっぱり。えいちゃんこんにちは。こんにちは親父様。マユをスルメって言いたかっただけ。なんやねん、俺授業中なんやけど。大丈夫大丈夫。アンドゥハローハロー。スタッフボスさん、ボスっていう缶コーヒーのスタッフさんかな。一生アイリルームに監禁される水色厄介さん、そうだよそれよ。めっちゃ名前呼んでくれるやん、スチアンドゥ。これから仕事だけどこっちが寝そう。起きろ起きろ、眠くなるな眠くなるな。こんにちは。あー、ブラックン5週だって。メラックンいつもありがとう、5週ありがとう。ありがとう。村くん多分無音なんだよね。確か。かわいいの？ありがとう、ゆりりんさん。おやじ様ありがとう。安田愛理ちゃん推しが遊びに来てくれた。ありがとう、嬉しい。今日は東京です。今日は東京です。あー、ジンくん涙出るわ、そのなんか連携プレー。バレてるよ。ゆうくくん、お仕事頑張ってね。寝るなよ寝るなよ、絶対に寝るなよ。いつスマホが落ちるか分からない、今日見てるよ。カニャハートやん、久しぶり。ショールームでは、ショールームでは久しぶり。リプではこの前ぶり。タカさん、アイスクリームありがとう。ペロン。
界一なんや。そう、ちょっと待って、オレンジ厄介さ、ジンくん行きますからの伝言ありがとうって、ブラくんが行きますって、珍しい。ジンくん、ブラくんにお仕事頑張ってって言って、晴れたらやけどするぜ。しんちゃん、じゃあ帰ります。あかんあかんダメですよ、知らんよ本当に。アンドゥさん、今度握手会に来た時はマジで握手じゃなくてもうビンタの系やね入りが出禁になりそう。来たよ、ありがとう、ちゃんゆみちゃん久しぶり、いつもありがとう、今日も可愛いです、ありがとう、かにゃハートちゃんめっちゃ怒られる。いいや、お仕事頑張ってって、おいいね、伝言詐欺がちらほらいるけど、まあジンくんはちゃんと伝言してくれてるよおはよう、コヒくん、おはよう、キミくん、ね、眠くなってきたやろ。あ、キミくんがひらがなになっとる。ビンタをご褒美、ちょっと待って、本当に伝言詐欺がいるわ、いっぱい。ビンタはご褒美とか言ってないけんね。くーちさん、ありがとう。うん、寝ながら配信、そう、お昼寝配信です。ご飯の後はみんな寝るでしょ、ありだけか。よ、美人、スルーされたら次のって考えるちょっと逆に次のって考えてほしいわ。やっくん、ご自愛りありがとう。たけさんもハートありがとう、ハート。何度でも歩き出すよ、立ち上がる自分の夢がある限り。てか今赤髪じゃないから気づかないと思うよ。いやもう顔覚えとるわ、めっちゃ覚えとるよ。ビンタ食らわすぞ。ビンタじゃなかったっけ、え、ビンタじゃないよね、何だっけ、あ、食らわすぞか。村君落ちたね、きっとね、え、寂しいわ。緑が少ないので初見さんが多いかもね。初見さん、ぜひコメントしてください。仕事に戻ります。ゆりちゃんありがとう、仕事の合間来てくれて。カウント して仕事に戻るね。たけさんありがとう。てちさんも本当ありがとうね。と、カウントに戻ります。みんなカウントしてね、カウントして。星投げもよろしくお願いします。本当やんね、緑、本当やん、結構いろんな色がいる。ぴょんぴょん、いちごさんがぴょんぴょん、あとはきみくん、じんくんがカウントしてくれとる。たけさんもカウント、フォローしちゃった。ありがとう。みんなフォローよろしくね。お、あいこさん、たこちゃんありがとう。ありがとう。にゃんさんもおはよう。フォローありがとうね。みんなフォローよろしくね。もう1位確定ですね。わからんよ。メインの人が星がつけてるからでは。なるほどね、そういうことね。メインの人、そっか、ここだって全員がここに移れるわけじゃないもんね。愛子さんいつもありがとうね、本当に。
この大都会的な緑が少ないねえ、星尽きたよね。みんな3時間配信、まあでもなんかこのイベント中にいろいろさ、なんかいろいろと3時間配信もできていいんじゃないかな。星フルで溜まってるよ。じゃあ投げてよ、アンドゥさん。77位の22,222ポイントだった。77位今。愛子さんハートありがとう。ハート、3時間連続で更新しながらやるとこうなりますよ。けどまあたまにはたまにはいいんじゃないかなっていうね。そう、ゴロゴロもいいな。あ、起きた、あ、さっき起きた。痛い、今なんか自分の足ギシッてしてしまった。おはよう、起きた。松本清、いつ結果わかんだろうね、グランプリって。デイジーマコさん、ぜひ今日初めてフォローしてね。フォローしてください、よろしくお願いします。視力めっちゃ悪いよ。人体はやってないよ。まったり配信のゴム読んだ、松本清。テチさん、ハートありがとう。あ、少し来れました。ありがとう。まじゃ、ポンポン。ポンポン。ポンポン、ポンポン、日野のニトン。さあ、ご一緒に。ポンポン、ポンポン、日野のニトン。はーい。ぜひ、みんな。お話ししましょう。危険を察知。トントンじゃなかった、トントンやったっけ。トン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 日野のニートン。さあご一緒に、トン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 日野のニートン。やばい、マジで初見さんから見たらマジこいつ大丈夫かよなってなるよね。お話ししましょう、そうしましょう。日野のニート、星投げて投げ慣れてないから連打したら指つった。あ、投げてくれよると、もしかして言われなくてもルームフォローカウントしてます、ありがとう。おはよう、つかぽんさん。7月に福岡行くよ、だって何しに来るん。そ、逆に外見と違った楽しい中身で素敵なアイリちゃん、イエイよ美人。これ入れなかったらスルーされた。話しましょう、そうしましょう。好きなバンドのライブ見に行きます。ワンオクロックさんかな、もしかしてワンオク。あれ、ワンオクのライブ好きだよ。好きなバンドとはワンオクロックさんのことですか。違う。違うか。眉毛しか見えんかった。ミニオンのぬいぐるみ一緒ですね、これいいよね。ゲームで撮った。こんにちは、レレルのレイさん。前髪がやばいぜ。
昼から実験、何の実験なん？そうです。ヨシイクゾーさんです。将来的に振付師になってみたいとかないの？振付師？まあでも機会があったらやってみたいなっていうのはある。けどその職業についてみたいなとかは自分からはないかな。機会があったらするしたいなっていう感じ。この間福岡でもうワンオークライブあったよ。いや本当にそれ行く予定やったんよ。まさかの CM、 あーまさかの CM ちゃうわ。 CM やったらめっちゃ良かったんやけど仕事とかぶったんよね。ショック。リラの振り付けはねまだやったことない。てか最近リラにはあんまり行けてないレッスン。 DNA、RNA とかの実験よ。めっちゃ頭いいよ。ミニオン枕にすんの。アリコの子はいつも枕だから。ネタバレじゃないよ。悲しいことに。なんか変な期待させてごめんね。ちゃうちゃう。ちゃう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 。全くちゃうわ。ネタバレちゃいますね。オーリンさんの代わりは誰に来てほしいの？代わりとか、入るんかね？4人なのかもしらんよ。わからん。オリンさん、女優とか目指さないの？向いてると思うんだけど。え、女優さんも やろうかなってちゃんと考えてるよ。金髪で白衣着てるの想像して。え、ちょっと待って、アンドゥって何？医者？え、どういうこと？こんにちは、ワンさん、こんにちは。あんたかわいい、あごきれい。ありがとう。そう、なんでもやりたいの。高橋むみさんとかどうなの？え、全然オッケーってか、やりたい、一緒にやってみたい。大学生でございます。医学部？ラルーチェと兼任してもいいって言われ。え、兼任はすごい羨ましいからやりたいよ。みどりちゃん兼任してるからめっちゃいいなって思ってたからやってみたいよ。うわ、この配信いよいよゴロゴロ配信になったか。そうだよ。あんたのさくらちゃんリンクメンバーアイドルグループ、あー、ノー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 。 My group is last idol family in good years leader yay。 ニコニコ、もう英語、ニコとトゥ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 、ニコタッチザワールワールさんのライブだよ。ごきれいは笑った。じゃあテレビに練習しなんか、さっき今に置いてあったよな。家にないわ。あんた、さっきからあんたが主語ってちょっと面白いけどね。あんたはアイリちゃん？よろしく。So, my name is Airi Ikematsu. Yeah. すごい、むちゃくちゃな英語。やっぱそうよね。この人何？日本人？いいね。いいね。ハチありがとう。ブー。あんたはちょっと笑うよね。あんた is... あなたは誰？Who?What's your name? あなたって言ってんのね。あんたって聞こえ、あんたって見えたわ。あなたね。日本語できる人だよ。変換できないだけで。
ローマ字読めるよ。ローマ字読めるよ。Good tears, good tears have five members ですね。さあ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 。Five から four. Oh my god! Four, four! Oh my god! 悲しい。おはよう、ゆうせいくん、おはよう。ベトナム語はできるよ。しんちゃお、といてんら、あいりいけまつ。てっちに自己紹介しよる。今何が起こってるのかな、これは。わからん。アイリもわからん。ベトナム語もそれしか聞いて。あ、できたよ、日本語変換。おー、グッディは人数が抜けたままでやった方がいいな。ね、まあそっちの方がアイリもいいのかなって思うよ。アイリちゃん、また戻ったね。よ、や、優しい&綺麗。ほんと？リアリー？リアリー？リアリー？授業中に変なところでビデオ始まって。ん？電気消えたから帰るわ。どういうこと？アイリちゃん？でも4人だと、そうなんよ。がグラビアアンディション頑張れ、そうそう綺麗。そうやけフォーメーションね、めっちゃ変えないかんのよ。それが大変だ。あ、オーディションね。なるほど、なるほど。なるほど。初めて来ました、ふーちゃん。なんか光が微妙やね。ふーちゃん、はじめまして。気持ち悪いです。よろしくお願いします。びっくり。マジでね、そう、眠くなってきた。こんにちは、リオン。リオンさん、こんにちは。テチさん、ハートありがとう。バイバイ、アンドゥ。不評、今日は一段と可愛いぞ。本当に言ってる？ありがとう。あ、構成番長。最近なかなか勝利も見れなくてごめんなさい。いいえ。リオン。リオンさん。ネイルめっちゃ可愛いです。あ、ネイルね、めっちゃ、これめっちゃ気に入っとるんよ、今。ワンカラーのジェルネイルなんやけど、この色じゃん。お疲れ様、ありがとう。よいしょ。おそなく見えるの今日。アウトレット行ってくる。え、なんかうん、アウトレットって安いの？結局安いの？アウトレットって。あ、私タイ人だって。タイって何語だっけ？英語？赤い靴を探しに。あ、20日の分だね。
ファイ太郎さんもハートありがとう。トスバリ近いやん、トスのアウトレット。そう、超地元トークだよこれは。タイ料理好き？タイ料理めっちゃ好き。フォーフォー、私は暇人です。パクシー、パクチー好き。オーマイガー、パクチードンとラブ。この調子で、その調子で仕事つかんできてね。どの調子やねん。20日券なくてせん。あー！うーくん！うーくんが、タワーくれました皆さん！タワーくれました！目が一気に覚めた、村くんありがとう！ありがとわー！ありがとわー！やばくないマジで！ありがとう、村くん！やばいね。あ、もう一気に目覚めた。こんなミニオンとかいらん。ミニオンなんて私はいらない。ミニオンなんて、ミニオンなんてこの子がいたら寝てしまうから。ありがとう、ブラック。ありがとう、ブラック。いつもありがとう、タワー。やばくないマジで、みんなタワーだよ、みんな。ありがとう。ミニオンもありがとうだって。ミニオン、ありがたわやで。ミニオン、ありがたわ。もう目覚めたわ。今日のお仕事頑張れそう。マジで。本当にこれはマジで思うわ。よし。最後、あと20分ぐらいしかないけど、みんな、ミニオンいらないとか言わないで。言ってないよ。言ってない。うん、それは多分聞き間違いだよ。頑張るね、村くん。ありがとう、マジで。マジでありがとう。よっしゃ。ちょっとこんな感じでね。ありがとうわー、ありがとうわー。なになに。ありがとう、みんな。巨大だよ、ミニオンは。ほら、めっちゃでかいっしょ。ミニオン、いらないとかもう言わない。村くんのおかげで目覚めたね。アイルも村くんのおかげで目覚めたわ。意外とすぐに一瞬で起きれた。マジで眠かったのに、眠かったのに起きたわ一瞬で。はあ、みんなありがとうね。タワーありがとう、村くん。立ち上がったよ。いや、これはね、違う。アイリーが自分で UFO キャッチャーで撮ったの。ルカにはもらってない。ルカに何かもらいたいんだけどね、いつかね。ぬいぐるみ好きやから。かわいいっしょ。かわいいっしょ。みんな気合入ったよ、みんな。本当に3時間とかやってごめんね、本当に。ミニオンもそんな甘い。藁帽子まで、いやもう本当藁帽子までかぶっちゃう勢いですよ。あ、じゃあ分かった、アイリの今日お部屋の紹介をしてあげようか。いや、やってあげるよ。みんなやらなくていいとか言うかもしれないけど、やってあげるよ、マジ。はい、一番の私の宝物を皆さんに見せたいと思います。よいしょ。これと
がレブを卒業するときにみんなが書いてくれたの。これはね、何か辛いこととか悲しいこととか、あ、お仕事もう頑張れそうにないなとか思ったりしたときは毎回これを読んでる。じゃん。こういうことをみんなやってくれるから私は頑張ることができるんですよ。メルカリで売ろうとか何を言ってんだ。これは絶対売れねえよ。はい、これとあともう一個は誕生日、愛理の誕生日の時にアイドルになって初めてやったかな、はい、にもらったプレゼントがこちらです。じゃん。ちょっとなんかこういうなんかバッチとかついてますが、これももらったの、みんなにもらったの。楽しそうなことしてんねって村くんだからってな、タワーくれたもん、村くんがタワーくれたもん。まあ見て、これももらいました。これはね毎日ね部屋に飾ってます。じゃん、ほら視聴者プレゼントとか何を言ってんの。やだよ、テコクマ来たよ。お、タカさん、タカさん、クマジュありがとう、テルくんもタコちゃんありがとう。カイヨータ何やってんの。だってツイトクさんとかやっぱり書いてくれた、このこれを自慢してるのみんなに。アイリの今お部屋紹介をしてんの。はい、そしたら次に行きたいと思います。次でこれかな。じゃん、これは小田哲郎さんのあのファンの方、小田哲郎さんのファンの方に出しているなんか自分の活動のまとめみたいな、小田さんの活動のまとめみたいな感じのやつなんですけど、結構小田さんファンの方にはもうこれを毎回楽しみにしてやるみたいな。そう、ファンクラブ会員誌解放、それそれそれに、なんとなんとなんと見てください、デカデカと1ページにわたり、そして1ページとは言わず2ページだね、うん、2ページにわたり、じゃん、私たちのことを書いてくれてるんです。これ見てください。しかも1ページ目からもうすでに1ページ目からこの直樹さんがね曲を振りを持ってきたあのパソコンのシーンからここまでもう本当に嬉しくて嬉しくて、だからこれは私はね今お部屋に飾ってるんです。まだね小田さんの熱が私には冷めてなく、何があっても頑張るぞという感じですね。あとはあとどういうの見たい、ここでミニオン挟んどく。そう、このミニオンは私の枕、いつも寝てる私のなんか女の子っぽく言うと一緒に寝てるぬいぐるみちゃんって言ったら可愛いんだと思うけど、そういう風には私は言わない。枕、私の枕です。はい、私の枕はミニオンちゃん。一緒にこの子と一緒に寝てるんですとか言うかもしれないけど、他の女の子は枕です、私の枕。目が痛いの、ごめんごめん、はい、ごめん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 。はい、そして次に私が紹介したいのは、何がいいの、あ、歴代、分かった、じゃあ歴代枕を教える。ミニオンの前に枕を務めてたのはこの子、キティちゃんですけど、キティちゃんはミニオンのこの後ろ、このツルンってした後ろと違って、キティちゃんはこのデコボコがあってすんごい寝にくかったんですよ。だからちょっと邪魔だなっていうことで枕の役から外れちゃいました。
ちょっと昇格っていうやつですね。なんか普通に飾られてるだけでございます。あとは何だろう、そんな感じですね。そう、ぬいぐるみはね、250万冊来ましたよ皆さん。あとは、あ、くまちゃん、500円玉貯金してるくまちゃん、集め始めて早2年、現在4枚。早2年4枚です。ブヒブヒ。あと時計もね、お気に入りなんよ。結構時計、あれ、こういうさ、インテリアが好きなんよ。時計可愛くないこれ普通に。2年で4枚にそんな笑う、みんなそんな笑う、これ可愛くない時計。普通にこれは普通に好き、おしゃれ。そう、即買いだよ、即買い。さっきから面白すぎるって。いや、これはあの、分かった、じゃあエピソードをちょっと一個話すと、あの、友達の誕生日プレゼント買いに行ってたんですよ。そしたらこれが安くて、プレゼント用としてなんか割引で売られてたんですね。でプレゼントじゃないと安くしませんよみたいな発売だったんですけど、私誕生日プレゼント買って行ってたから、ちょっと探してたから、あ、ちょうどいいじゃんと思って、あの、友達にプレゼント、誕生日プレゼントなんですけど、これいいですかみたいな言ったら、すごいなんか 30% 引きみたいな感じだったんですね。そしたらその友達に誕生日プレゼント買いました。そしたらあんまりにも可愛すぎて、私が自分でもらっちゃいましたっていうね。で、友達にはなんかコップみたいなのを渡しました。マジウケる、コップよ、コップ。まあ同じ意味だけ何でもいいんだけど、そう、めっちゃタワー立ってる、10本だよ10本。豚と熊。だって可愛かったもん、タワーすごいやろ。村くんが立ててくれました、コップみたいなの渡した。それに関してはすんごい笑うわ。あとは、あー、なんだろうな、何を紹介したい。そうですね、キラキラ光る思い出たち、涙の日も、あは、あ、いいこと考えた、これじゃん、これじゃん、これを紹介するべきだよ。忘れてた。もう母子邪魔やな。うわ、嫌な音。皆さん、はい、その友達見てく、いや、もうそんな日常茶飯事だよ。はい、じゃあ紹介していきたいと思います。次に紹介するのはこちらです。じゃん、はい、みんなからもらったお手紙のこの数、このハートはちなみに私のオーダーメイドで作ってくれたの、パパが。重たい、重たいよ、すごいよ、これ見て、この量、すさまじい、この量。ちょっとこの色紙は手紙じゃないんですけども、これやばいよマジで、この量。これは全部今までもらったやつを取っております。なんか写真にこうやってまとめてくれたりとかもしましたよね今まで。
こうやってね写真を、ほら懐かしい、もう髪が長いわ。ファンレターはね、アクティブ博多っていうところが一番私にすぐ届くかな。わあすんごい懐かしい。ふっ、カルピスティーンズ。やばいね、これも私池松で、やばい、なんか出てきた、なんか出てきた、うわなんか出てきた、オーマイガー、オーマイガー、オーマイガー、これも池松で、これも池松で、これも池松で何してんねんっていう話なんですけど、あとこの着物さんも池松、富士山、もう帽子邪魔やな、くまちゃんありがとう。そういちご姫の頃だよ。見てベトナム、ベトナムの写真があったりとか、これはもう去年一昨年のティフやね女の上の子紹介してください。上の子池松だよ、とかひまわりとかをあげた写真を印刷してくれたりとか、あとはね変わレブ、アイちゃんの出てる時の月刊クルメ欲しいんやけど、あ待って、あるんじゃない、もしかして、え、はい皆さんここで紹介しましょう、私の出身いちご姫の、やべえあったわ、懐かしい、月刊クルメ、あとは This My へえ、めっちゃ懐かしいんだけど、私池松愛理、芸能界に入る、あ芸能界を本格的に始めるきっかけとなった活動ですね。いちご姫で私グランプリをいただいて、そこから芸能界に入ることになったんです。めっちゃ気色ゆいんだけどこの時笑う、やばいですね、やばいですね、メイク中の私、あとはまあそんな感じ、やばいな時間が、まだ大丈夫、いけるいける、これは私じゃないな、でもなんか私の1個前ぐらいから持ってるんだよね、涙の日もあったよね、大人になっても同じように、いや多分ねあると思うよ、まだ未だに売ってると思う、売ってる、売ってはないか、そんな感じですね、月刊クルメです、ここが、これが、てっちんさんハートありがとう、まあこんな感じで、はい懐かしいわ、なんか急に、おっやばっ、せっかくお気に入りやった時計ちゃんが倒れてしまったけども、はいこんな感じで最後すんごい思い出に浸る回になってしまったんですけども、よいしょ、とっ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 と、月刊クルメ、クルメ出身やからね、これはもう最近で言うと田中玲奈さんとかがいちご姫、この月刊クルメのいちご姫でした。この前になるともう黒木ひとみさんとか松田聖子さんとか
ったね。いい配信になったね、村くんのおかげで。危ないよ多分もう村くん、あそこで村くんがタワー立ててくれてなかったら今頃寝とるわ。爆睡、爆睡しとってごめんなさいってツイッターで言う頃やわ。はい、久留米は佐賀の隣、佐賀の、うん、隣っていうか、まあ、近い、佐賀に近い隣かな。眉だけ浮いてる。はい、ありがとうございました。そろそろおしまいにしようかな。そんな感じだよね大体。あ、隣だって。あ、なんか知らないでやろう、あの実は出てましたよっていう雑誌見せてあげる。絶対に誰も知らない。宮崎あすか。この人ってあの人か。 NO っていう雑誌、九州美少女写真館。私ここなんか髪型今と似てない？初見さん来てる？初見です。サチさん、はじめまして、池松愛理です。よろしくお願いします。ピコリ。そう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 。NO っていう雑誌。やばいよね、若すぎでしょ。ちょっともう全然、マジ。あまり公開したくないレベルの若さなんですけども。こういう時代も。あったねといつか変わらぬ。やばマジ若すぎてドン引きやわ。あ、もう時間ない？はい、じゃあそろそろおしまいにしたいと思います。それでは皆さん、過去の池松も振り返ったところでそろそろおしまいにしたいと思います。お仕事頑張ってきます。やばいな、緊張するな、ドキドキ。はい、じゃあ順位の発表したいと思います。5位、すぐるくん。4位、空の魚さん。3位、風神さんかな、これ。風神さん。2位、タカさん。1位、村くんでした。はい、じゃあ3時間、本当にぶっ通しだったんですけど、本当にありがとうございました。ありがとうございました。ペコリ。ということで。いや、もう仕事頑張ってきますよ。こんなんじゃなくても、ペコペコしてきますわ。あ、池松さんいいですよ、よろしくお願いしますみたいな感じで行ってきます。頑張ってくるね。じゃあみんなもお仕事頑張ってくださいということで、そろそろおしまいにしたいと思います。5秒後に切るね、 OK。 それでは皆さん、ご一緒にありがとうございました。村くんバイバイ。ありがとうね村くん、ありがとう。誰かスクショ撮っとったら送っとって、それツイッターで使うけん。ありがとうわー、バイバイ、また明日皆さんお会いしましょう。貢献ポイント100万超えてる、さすが村くん、ありがとうね。